はい、こんにちは、116インズです。あまり目立っていないニュースの中でちょっと個人的に驚いたものが最近あったんですけれども、元ブレイブスの GM で2017年に MLB から永久追放処分を受けていたジョン・コッポレラに対する処分が解除されたと、ジアセチックのジェイソン・スターク記者が先日報じました。コッポレラ元 GM はブレイブス時代に国際 FA の若手選手たちとの契約に際して契約金を意図的に過小報告する不正契約を行い、またそれ以外でも契約に際して不適切な取り扱いがあったとして MLB から永久追放となってしまい、ブレイブスに対してもその影響で12人もの若手選手との契約が無効になる厳しい処分が下されたんですが、それが5年ほど経って今回解除されたと。 MLB 側は5年経ってコッポレラに反省の姿勢があったこと、さらには本件に対する彼の対応を処分解除の理由として挙げているようですが、まあ永久追放の永久とは一体何なのかと思いつつ、マンフレッドがコミッショナーとなってから3度の禁止薬物使用で永久追放となったヘンリー・メヒアの処分が2年ほどで解かれる事例も過去にありましたので、永久追放が永久でないこと自体に驚きはありません。ただ前触れもなく解除されたのと、あまりに久々に名前を聞いたのでそこは驚きだったというのはありますけどね。いい機会ではありますので、今回はそのコッポレラがかつて起こした不正契約の一件を振り返りつつ、その後どうだったかも含めて見ていこうかなと思っています。コッポレラが編成トップにいた当時のブレイブスが行った不正契約というのは、2015年16年世代の国際 FA と契約する際に契約金を本来の額から意図的に過小報告したものになります。MLB ではドラフト対象外地域、中南米なんかが代表的ですが、その地域の16歳以上のアマチュア選手と契約する場合、各球団が毎年契約金に使えるお金には一定の制限が設けられ、これをボーナスプールと呼ぶんですが、このボーナスプール内で基本的にやりくりすることが求められています。これを 5% 以上超過すると、翌年の世代の選手と契約するのに大幅な制限が出てしまうペナルティがあるんですが、コッポレラ GM 時代のブレイブスはこのボーナスプールの対象となる若手選手に対する契約金の額を実際の額よりも過小報告し、逆にその分をボーナスプールの対象とならない25歳以上の選手で海外のリーグで6年以上のプレー経験がある選手だとボーナスプールにカウントされないんですが、この選手たちに対する契約金を逆に本来の額よりも過大報告していたんですね。その差額のお金は後にボーナスプール対象の国際 FA の選手たちに渡ったとされていますが、つまりブレイブスがボーナスプールにカウントされる選手たちの契約金に使った総額は、本来だったらペナルティを受けるレベルまで使っていたにもかかわらず、あたかも書類上はペナルティを受けない範囲に収まっているかのように見せかけたわけです。これによってブレイブスは翌年の世代の選手たちの契約にあたり、本来だったら前年ボーナスプールを 5% 以上超過したことで、各選手の契約金には最大で30万ドルしか使えないペナルティが課されるはずだったところ、不正契約によってペナルティを回避したため、本来だったら金銭面で他球団を上回るオファーを出せなかった選手、つまりブレイブスが契約できていなかったであろう有望な選手たちと契約できてしまったんですね。またブレイブスはその後の調査で、数年後に16歳となって正式に MLB のチームと契約できるドミニカ共和国出身のショートロバート・プアソンの代理人が抱える他の選手と契約する代わりに、プアソンが MLB のチームと契約できるタイミングとなった際に彼がブレイブスと契約するよう取引を行ったりですとか、韓国出身の当時18歳ペイ・ジファンに対して契約外の利益供与を提示したりですとか、さらにはドラフト指名した選手、報道では2017年ドラフト20名指名のドリル・ウォーターズとされていますが、ウォーターズに対して契約金を下げる代わりとして本来は認められない物品の提供をオファーするなど、まあアマチュア選手との契約に際していろいろと不適切なことを行ってきたのが明るみになってしまったと。この結果としてコッポレラが永久追放となった以外で、 MLB はブレイブスに対してボーナスプールの関係で本来契約できていなかったであろう選手たちをはじめとした12人のプロスペクトとの契約を無効とし、彼らを再度 FA とするとともに、この時点では正式に契約を結ぶ前でしたが、ペイ・ジファンとの契約も無効。事前に代理人と契約に関して取引があったとされるプアソンとは、契約解禁時にブレイブスは彼と契約できないような処分が下されました。この他にも2年間国際 FA との契約に際して大幅な制限が課せられたり、ドラフト指名選手に対して本来認められない物品を提示した罰として、2018年ドラフト30名指名権も剥奪されたりと、当時のブレイブスのマイナーシステムからすれば大打撃となる処罰が発表となりました。これほどの数のプロスペクトとの契約が後から無効となるのは当然ながら異例の事態で、非常に衝撃を受けた記憶があります。ちなみに契約が無効となった有望株はご覧の通りで、特に一番左上に書いてあるケビン・マイタンとの契約が無効になったのは、当時ブレイブスのマイナーにとっても最も大きな痛手だったと思いますし、そこが一番注目されていた印象です。
マイタンは2016年17年世代の国際 FA では契約当時ナンバーワンの評価を受けていたトッププロスペクトで、16歳にして身長が180センチを超える大きな体を持ちながらアスレチックさも兼ね揃えていた大型のショート。将来的に体がさらに大きくなることでショートからサードに移るだろうとは言われていましたが、ミゲル・カブレラと比較する声もあるほど打力のポテンシャルは評価されていて、球界全体のプロスペクトランキングにも早くもランクインするなど、ブレイブスが425万ドルもこのマイタンに投資した気持ちも理解できるくらいの超有望株でした。ただ当然ながらブレイブスは本来だったらマイタンと契約できていなかった立場。マイタンはブレイブスとの契約が無効になって FA となった後にエンゼルスと契約するんですが、将来のスター候補を本当に思わぬ形で流出させてしまい、また契約が無効になった他の選手たちも同様にその多くが他球団と契約するなど、一連の不祥事はブレイブスの歴史においてあまり思い出したくない瞬間の一つかもしれませんね。ブレイブスとしてはここでどん底を味わったかもしれませんが、ただ幸いなことにチームとしてはここから上り上し、5年経ってあの時プロスペクトを流出した影響は比較的軽く済んでいるとは言っていいでしょう。コッポレラの不正契約で流出した選手のうち、現時点で MLB 昇格を果たしているのは現在エンゼルスでプレーするリバン・ソトとパイレーツのペイジ・ファンのみ。将来のスター候補として期待されたマイタンは22歳になりましたが、まだ AA で目立った成績も残せていない状況にありますし、その他の選手でも AA 以上に到達している選手でさえ少なめ、国際 FA との契約が2年間大幅に制限されたことによる間接的な影響は多少あれど、プロスペクトとの契約が無効となった直接的な影響は今のところはほぼない感じですかね。まあこれが良かったのか悪かったのか微妙なところですし、選手としてもこれからプロとしてのキャリアを始めるぞとなったところで自分に非がない問題で再度 FA にされてしまい、別のチームでのプレーを余儀なくされ、育成の計画が狂った影響は少なからずあるかもしれませんが、またそもそもとしてブレイブスは今過去の不祥事関係なく黄金期を迎えています。コッポレラの後にチームの GM に就任したアレックス・アンソポロスの下でブレイブスは現在5年連続地区優勝中、2021年には世界一にも輝きましたよね。何か特別な魔法でも使っているのかと思うくらい、チームフレンドリーな長期契約を自前で育てた若手選手たちと結ぶチーム作りのおかげで主力選手を見事に囲い込んでいますし、これからもしばらくブレイブスが強い状態は続きそうです。不正契約がほとんどチームの将来に影響を与えていないあたり、アンソポロス GM の手腕と強いブレイブスの存在によって不正契約の負のイメージはだいぶ払拭したのかなと。もっともその強いブレイブスを作る上で欠かせない存在だったのがコッポレラ GM 時代に獲得した若手選手たち。例を挙げればアクーニャやオルビース、ライリー、フリード、コンフ、退団してしまいましたがスワンソンなどがいまして、その選手たちの活躍が大きいというのはなんとも皮肉な話ではありますかね。不正契約の問題がなければ強いブレイブスの礎を築いた GM として、コッポレラはもっとアトランタでも、はたまた球界でもその功績は称えられていたでしょうが、終わり方があのような形となってしまったのは残念な限りです。処分から5年、コッポレラは現在44歳となりました。処分を受けてなおまだ44歳なのかとも思ったものですが、先ほども触れた通り今のブレイブスの基礎を作り上げた点、彼の手腕は評価されるべきところかと思いつつ、一度は永久追放という極めて重い処分を受けた人間を再びフロント職にて迎え入れるチームは果たして出てくるのか。実力さえあればある程度は過去の不祥事は許容される土壌は MLB にあると考えていますが、かのサイン盗み問題の中心にいたアストロズの元 GM ジェフ・ルーノーが未だ球界に戻っていないあたり、コッポレラの球界復帰への道のりも決して平坦なものではないかもしれません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。